日本鹿児島県鹿児島市、持木町。持木町は、鹿児島県鹿児島市の町。郵便番号は 891-1542。人口は95人。世帯数は59世帯。かつては隣接する野尻のうちであり、オツ、野尻とも呼ばれた。1950年10月1日に、大字野尻のうち、持木の区域をもって新たに町として設置された。持木町全体が、文明溶岩に覆われている桜島の南西部に位置する。持木町付近には文明噴火で噴出した溶岩が広がっており、黒松の植林地が広がっている。町域の東方には東桜島町、西方には野尻町がそれぞれ接しており、南方には鹿児島湾に面している。町域の南端に国道224号が東西に通っている。集落の多くが海岸側にあり、ビワやみかんの栽培が行われている。持木町の一部は国立公園である霧島錦江湾国立公園の区域に指定されており、特別区域特別保護地区、第一種特別地域、第三種特別地域から構成される。安永大噴火後の安永6年の大洪水によって、野尻村の区域が埋没したことから、野尻村の住民が現在の持木町の区域に疎開した際にこの付近のあざなについて協議していたところ、なかなかまとまらず、餅を突きかけてきたもんにと叫んだことから、持ち木がよかろうということとなり、オッツ野尻の俗称として、持木と呼ばれ文書上では、持木と書かれることとなったという説がある。1950年10月1日に、東桜島村が、鹿児島郡一色村とともに、鹿児島市に編入された。同年10月18日に、鹿児島県広報に掲載された鹿児島県の国字である鹿児島市の一部大字の変更により、東桜島村が鹿児島市に編入された10月1日に、大字野尻のうち、持木の区域をもって新たに、鹿児島市の町、持木町が設置された。1963年11月6日には、桜島の南岳の噴火により持木町などの区域で山火事が発生した。また持木町を流れる水無川である持木川では土石流が数度にわたり発生しており、1974年6月17日には車1台が流出し、1981年10月5日には土石流氾濫、1982年7月24日には持木橋流出の被害を受けている。以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。